ロット・ディクソンロット・ディクソンはニュージーランドの陸上競技選手。1972年ミュンヘンオリンピックの銅メダリストであるネルソン出身。ディクソンはジョン・ウォーカーやディック・クワックスと共に1970年代に活躍したニュージーランドの中距離界を代表する選手の一人である。ディクソンはウォーカーやクワックスよりも早くオリンピックで成果を残し、 1972年のミュンヘンオリンピックの男子1500メートルで、フィンランドのペッカバサラ、ケニアのキプチョゲ・ケイノに次いで銅メダルを手にしている。しかし、ミュンヘン大会後の活躍は、他の二人の活躍に押され気味であった。それでも、ディクソンは1500メートルで3分33秒9、1マイルで3分53秒6と印象に残る成績を残しており、 1975年には、アメリカのトラックフィールドニュースはディクソンを、男子5000メートルの世界ランク1位としている。ディクソンを語る上で忘れてはならないレースが2つある。まず、1974年のコモンウェルスゲームズの1500メートルである。ハイペースで進んだレースは、タンザニアのフィルバートバイが3分32秒に、ウォーカーが3分32秒5で共に、世界新記録。 三位のケニアのベンジプチョに次いで、ディクソンは三分三十三秒九の好タイムながら、メダルを逃した。ディクソンはこれほど早いタイムで敗れたことはこれまで一度しかなかった。もう一つは、九百七十六年、モントリオールオリンピックの五千メートルである。このレースは、ラスト一周の鐘が鳴ると、フィンランドのラッセビレンラと共にペースを上げていき、第四コーナー出口で四位だったディクソンは、 西ドイツのクラウス・ペーター・ヒルデンブラントを追い抜いて、ピレン、クアックスに次いで3位に浮上。しかし、追いすがるヒルデンブラントに残り5メートルで追いつかれ、最後は、ヒルデンブラントがゴールラインにダイビング。ディクソンは4位となり、2大会連続のメダルを逃した。ディクソンは、現役中は1500メートルからマラソンまで、非常に距離の柔軟性が高く、また、トラックの他ロード、 クロスカントリーにも力を発揮した選手であった。1973年、1982年の世界クロスカントリー選手権で3位。1980年代初めにはアメリカでのロードレースで多数勝利。1983年にはニューヨークシティマラソンで優勝も果たしている。ありがとうございます。